はい、おはようございます。始まりました、今日のワンコンテンツ。毎日更新でレトロゲームを遊んでいこうというゲームじゃなかった動画でございます。はい、そんな感じで今日のゲームこちらですよ。ウルトラリーグ燃えろサッカー大決戦ですって。はい、どんなウルトラなリーグがね繰り広げられるんでしょうね。まあ、バンプレス豊かか、はい、のメーカーのゲームですけども、まあ、ウルトラリーグというとね、超人ウルトラベースボールとかそっち系を思い浮かぶ人もいるかもしれませんが、ゲーム画面を見るとウルトラマンのゲームですね。はい、というわけでウルトラマンたちが、まあ、サッカーで大決戦をするんでしょう。はい、この人たち3分しか動けない設定とかはどうなのかな。はい、そんなこと細かいことはさておいてやってみましょう。今日のワンコンテに1回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームでしょうかとかを体験したり紹介したりでやっておりますが、まあ、サッカーゲームってことは、まあ、とりあえずやってみようという感じですね。よろしくお願いします。さあどうだ。お、まあ、ファミコン時代は難しかったという感じの印象は強いサッカーゲームが、まあ、スーファミになって結構たくさん出てきたな。それでも、まあ、まだ難しいところあるなっていう印象を受けますね。モードセレクトオプション、うん、まあ、一旦オプション見ましたよ。試合時間5らしいです。どのボタンを押せば何ができるか教えてくれないらしいです。ありがとうございました、さよなら。じゃあモードをセレクトしましょう。シナリオモード、ウルトラマンたちがサッカーに挑戦するらしいです。ウルトラリーグの頂点を目指せるらしいです。友達や家族と対戦だって。どうしよう、先に VS 見てどんなチームがあるか見る、それともまずシナリオやって見る。まあ VS 見てみようか。さあ使いたいチームを選んでね。ウルトラマンチーム、スペースエイリアンズ、モンスターパワーズですって。テリブルモンスターズですって。これってウルトラマンたちのチームが1個だけ、結構同じチーム選べないシステムですって。お疲れした。というわけで、シナリオモードをやりましょう。初めての人はサマースタート機を押してね。これ何、パスワードか。ほう、シナリオモードを選んだらいきなりパスワード画面が出てくるらしい。ただパスワード画面入力しなければそのままニューゲームができるらしい。バッテリーバックアップみたいなものないらしい。友達と2人でコンピューターと戦うこともできるぞだって。だから2人プレイの時は2人プレイの時のパスワードが残されるみたいな感じね、多分。ウルトラリーグ、宇宙は平和だった、果てしなく平和だった。あ、これは平和じゃなくなりますね、この流れは。そんな中、一方その頃 M78 星雲ではどうなるの。どんなやばいこと、平和だな。かつては戦いに明け暮れたウルトラマンたちが緊張感のない。そっか、別にこう地球で変身する状態を保つのが3分間っていう設定やって、別に M78 星雲では普通にこの形で生存じゃない、なんかまあ いられる、滞在というかできるわけだから。お前たち、あの熱い戦いの日々を思い出せ。大体地球で壊した建物の損害賠償だって残ってるんだぞ。え、そんなこと言われると。ふう。そんなこと言ったってしょうがないんじゃないか。ゾフィーは隊長なのね。お前たちの根性を叩き直してやる。叩き直されるらしいです。サッカーをしようぜ。なんで？なんでですか？スポーツで青春の汗を流して気力を蘇らせるんだ。こうしてウルトラマンたちの戦いが再び始まった。感動的な、実に感動的なシナリオです。はい、ステージ1、ウルトラキックオフ。何？シャッツと見る。ウルトラキックオフですよ。さあ、どんなチームメンバー。あ、チュートリアルある。優しい。サッカー場を作ったぞ。
どんな面積なんでしょうね、ウルトラマンサイズのサッカー場。エレキングたちだ。サッカーじゃ負けないぜ。仲いいな。試合開始。自信ないな。左のセブン、真ん中にいるのがゾフィーってことね。さあどんなフォーメーションだ。おうおうおう、わしがリーダーを決めてやるぞ。ウルトラマン基本なんて、基本的な型バランスがいいぞ。ドリブル中心、切り込んでいけ。何言ってんの。8人制サッカーらしいっす。リーダーじゃウルトラマン。体力が減ったら私に言ってね。メンバーチには私に任せろ。今のところウルトラマンとウルトラセブンしかいないんですね、どうやら。このキーパーは誰なの、よくわかんないです。キーパー分かんないっす。やりゃいいんだろ。さてチュートリアルは結局なかったらしいっす説明書を見ろらしいっす。キックオフだ。お、矢印でこのどっち方向に蹴るかがを見ることができるぞ。 B ボタンでパス。ドリブルがすごいぞ。あ、取られた B ボタンでロングパスか。ドリブルすごくても蹴られ取られるんだけど。ちょちょちょ、相手がバカですね。キャプテンシステム、タックル、タックル、あ、タックル。あのね、 X ボタンを押すとキャプテンシステムっつって、多分その一人のプレイヤーだけ動かすモードみたいなことができる。おいおい、 A ボタンがシュートっぽいな。おいおいおい、後ろからタックルちゃうんか、このボケ。で B ボタンがパス。おいおいおい、で Y ボタンでシュートだ。違う、え、違う、 A ボタンかな、シュート。A ボタンでシュート。やった、やったぞ、ゴール。わあ、なんて豪華なゴール演出だ。ゴールセレブレーションがすごいですね。あそこにいるやつは全員出てくるのかな、いずれ。というわけで何今の敵からボール渡されて、ボールキャッチしたと思ったらタックルされたんだけど。よしよし、そうやって削っていけばいいんだね。キャラクターチェンジどうすればいいんだろう。
キャプテンシステム、キャプテンシステム、いや、ノン、え？ノンキャプテンシステム、あれ？やば。ちょっと待って、キャプテンシステムじゃないシステムでしたいんだけど。シュート。いいぞ。誰もいない。いいぞ。スルーパスをしようとしてもボールが転がらない。ああ、真ん中にセンタリング。よし、コンピューターがですね、あ、ここで助かる。あん、ちょっとかキャラクターがよくわかんないんだよ。長いな、5分は長いな。ここ点滅してるの、なんだろう、セブンが。疲れてるのかな。ちょっとスタートボタン、何か。あ、ね、このセブンが点滅してるの、なんだろう。あ、くそ、あのスイーパーやべえ、やられた。あれ、多分これ体力があれか、体力が危ない選手は多分こう点滅してる。今一匹殺したな。いいよいいよいいよ、だから詰めてこい。あ、くそ、おいおい、キーパーパスじゃん。やばい、セブンがやばい。あ、やばやばやばい。あ、やられた、ゴール。なあ、敵が決めてもゴールの演出は平等ですね。残り時間は？これ前半後半があるかもね、怪しくなってきちゃうな。あ、しまった。あ、でも咲いてた。よしよしよし、誰、どこ、どけよって仲間は。おいおいおい、スローインの時に仲間がもらいに来ないんだよね。ハーフタイムです。というわけで、は、前半後半があるシステムらしいです。ふう、あ、やっぱりそうか、体力はこの感じらしい。あ、ここまでしか回復できないんだって。ああ、他は疲れてるね。回復しないってことは、この人たちはこれが上限なの。
体力。ドリブルの凄さがまだいまいち分かんないんだけど、ダッシュとかあんのかな。完全に喧嘩キックしてるね、タックルの時。よし、いいよ。ジャンプキックしたじゃん今。やばい。え？よしよし。なんで？やられた。うわマジで一人少なくなったっぽい。あよしよしいいぞ。死ね。この野郎。あ、キーパー、キーパー。シュートを打とうとするとこのスライディングクラウド。あ、くそ。あのスイーパーやべえ。あのスイーパーが鉄壁なんだけど。こっちゴール前多分人が少ないわ。あ、しまった。なんで誰もいない、お互いに。ああアイスラッガーハリケーン。何アイスラッガーがハリケーンしましたよ、どうやら。あれあれか、点滅してる時もしかして必殺技打てますという状態かな。てかこのゲーム必殺技っていうシステムがどうやらあるらしいです。キャプテンシステム、ドリブルドリブルドリブル。あ、しまった。あん、しまった。いいぞ。うわ、キャッチされた。ナイス。敵を今一人潰しましたね。これはどうやらゴール前の人間を殺して人を減らすっていうゲームらしい。あ、でもWow.
やられた。くそ。弱。くそ。よし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 。取るねー。3体。誰かゴールマン走り込め。あ、くそ、欲しい。まずいな。このゲームなんか引き分けはゲームオーバーな匂いがしてる。スローインしたボールを自ら通るシステム、これは新しいですよ。やら、あ、よし、敵を、敵にボールをぶつけて殺しました。試合終了。残念、同じスタ、同じステージからスタートだ。まあ、というわけでですね、敵にボールを積極的にぶつけたり、敵にボールを一旦預けてタックルして削ったりして、ゴール前の敵をね、一人ずつ殺していって、ゴール前を手薄にして勝っていこうぜっていうですね、とても紳士のスポーツですね。やはり暴力こそが正義みたいですね。間違ったスポーツ精神だな。そんな、なんだ、ウルトラリーグ、ね、燃えろサッカー大決戦ですね。サッカー協会から怒られればいい。そんなゲームでした。というわけで、あ、これ今月最後、ちょっと待って、これ今日今月最後だっけぽい気がする。明日だね。というわけで、来月もよろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録などもいただければと思います。さよなら。良い7月を、良い8月を。